こんにちは、 MB サポートの管理人です。本日はゲストに。こんにちは、 MB サポートの管理人です。違うね。I am Nesta125。 そうです、 Nesta125 さんをお迎えしております。本当は I am Gista125。 イエーイ、鼻水ジスカリさんを。初めてだよね。ん？何が？二人でコラボすんの。いや、違ったっけ？初めてだよね。ネスタと3人でやっていたんですけど、うん、初めて今回ノーカットでお送りいたします。まずはここ、もう F なんだっけ、 F5 やめようか。うん、ここだね。ここはジスの家ですね。村ですね。村を改造してとてつもない家を作ったと。なんでこれ全部家。家だよね。敷地内だよね。そうだね、岩だね。失礼、風邪いてるんでちょっと咳が出るんですが、すごいねこの壁。村人が逃げ出さないように、いや敵から守るため。あ、守るためは独裁ではない。なんだっけ、あの侵略者だっけ。うん、でもあれが来る前に作ってたよね確か。その子にアップデートしたんだもんね。うん、まあそうだね。すごいねこれ、鶏の。ああ自動でなんかするの。ここにお肉が。自動で鶏肉が出てくるの。すごいね。ああダメだ、これは見せられないよ。これは見せられないね。ってことは牛くんとかもいるんだろうね。牛くんはこっちだね。どこだ、牛くんこっちだね。牛くんも見せられないような感じ。いや牛くんはもう普通に話す。ああいいねそれは。この人たちは何やってるの。で飼われてる。うん。Excuse me? そういうのはダメだね。です、言葉に気をつけて。じゃあ今日は、うん、2人で洞窟探索に行きます。久々だよね。そうね。普通の洞窟探索。全然やってないからね。そうだね。ちなみにここ、どこだかわかる？ここどこか分かる。このワールド、ゴーゴーランド。よく言えたねその恥ずかしい名前。え、恥ずかしい。全然恥ずかしくない。ネスタに対して失礼だぞ。ゴーゴーランド。そうか、どうしよう、夜になっちゃった。朝にしてから行く。そうだね。じゃあどうしよう、ちょっと所定の場所に寝た方がいいよね。じゃあ私もどうしようか、洞窟見つけてその入り口で寝る。うん、ベッド持っていってるのね。うん、そんな、まあ、でも、倒されないこと前提で行くけどね。そうね、場所覚えておかないと。あ、でもとりあえずでも近い方がいいよ。うん、どこら辺がいいかな。あ、馬いるかな。いや、いらないと思う。普通の洞窟なんで。うん、普通のこれ、普通の洞窟探査とか一番怖いんだよね、マインクラフトって。あ、でもこれ。あ、適当に。これでもあれか。ハードじゃないんだ。うん。でももう、もう勝てないよね。砂漠の橋。砂漠の洞窟ってエメラルドあったっけ？なんかあれじゃない、メサバイオームとかじゃないのあれ。あ、そっか。わからんけど。うん、メサか。メサね。メサまだ一度も見たことないんだよね。エメラルドね。でもそもそもエメラルド自体が少ないからね。ああ、天然の？うん。懐かしいね、あそこ。うん、なんか、高さ制限ないかと思って作った。そうだよね。高さ制限あったやつね。あそこもまた喧嘩してたよね。あ、じゃれ合い？あはは、そうっすね。そうだね。なんか、それ聞いてくださいよ。
いつも実は いつもそれはあそれはあれはだなんだよ聞いてくださいよなんだよ聞いてるよって言ってた実はいつも実は話実はいつもだよ懐かしいねでも動画にしないんだよねそれ喧嘩しちゃったからあー落ちたうわ砂漠は避けたいな。でも砂漠か。うん、なんかある。え、洞窟じゃねこれ。砂漠行く？上から落ちてくるよね。これさ、ネスタの山の下。あったの洞窟。いやわかんないけど、ないかな。繋がってるかなここ。こういうところでいいんだけどね。うん。じゃあ行くか。怖いね。そんな多分深くないと思うここは。ちょっと待って、上気をつけて。あ、軽さ、一番下にしとこうか。そうだね。私も一番暗い、ブライトネスだっけ。あ、そっか、これ英語だ。まずいね。もう雲が鳴いてるね。うん。怖い音聞こえる？この音。聞こえる聞こえる。超怖い。これね、あ、しかもそう、取っていく主義だから。あ。スケさんだ。ナイス。うわ。ちょっと待って。ちょっと待って。先に行かないで。見えねえ。ここそう先に行かないで。やばいね。盾があるから。あ、本当だ。倒した。それつけてないけど大丈夫。つけ忘れて。あ、そっか。裸で戦ってんの。裸でもないか。ちょっと待って結構痛い。ちょっと回復して。うわ。食べ物持ってきた？持ってる。なんかいた？スケーさん。ん？大丈夫？大丈夫大丈夫。寝返してる。いいね余裕だね。盾持ってたら結構余裕だね、スケルトン。うん。いや、でも2人だからね、ちょっと早いね。実は早いよ。もっと楽しんで。若干怖がってるから、私。久しぶりだから。上確かめた？いや、見てない。どうしよう。まず上行こうか。OK。まずね、いきなりだってあれが来られたら怖いよね。うん。あの、緑の。てか、装備同じだね。何が？つけてる装備の別の位置本当に本当に大丈夫だねよしじゃあ下行こうかまだ道歩くあえあーまあまあ影モッドとか入れたいな竹モッド影そっちはいいねよし行こう止まった？ん？あ、いや、ちょっとタイマー作ってる。あ、いっぱい作っちゃった。おいくつ？すごい、4スタック。あ、まあでも1スタック1スタックで作ったら4スタックできるしね。うん。どっちだっけ？下かな？下に向かってさっき言ってた。そうだね。取ってく？もう時差いっぱいだからいらないよね、多分。まあでも、そもそも、あ、木持ってきてないんだよね。だから木を持ってきなって言ったじゃない。ちょっと待って、時数。半分落とす。半分あれば結構作れるでしょ。ここに。やった。原木だから。私はいつも原木をワンスタック持って。今回木の棒だけでいいかなと思って。あ、まあ。木の棒2スタックだけ持ってきた。あ、そんなに。遠くまで行かないかな。うん。ああ、終わっちゃった、うん。ここはダメだね。ここは動画的に良くないね。うん。あ、そういえば YouTube 規約が変わったんだよね。あ、変わるんだよね。うん。12月に変わるみたいなの書いてたけど。そうそうそう。子供向けコンテンツ。そっか。子供向けじゃなかったらあれなの？消されるの？うん？うん、消されはしないけど。うん、
収益化してる人には厳しくなるみたいな感じ。まずい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 、ジェス逃げよう。超怖い。これタイミングがずれるとやばいからね。ごめん。これさ、この剣ノックバックついてからめっちゃ遠くまで飛ぶんだよね。その剣？うん、ああ、そっか。威力はあんま強くないんだけど。今のが怖いんだよね。うん、なんか不自然なところに出たんだけど。これってなんか見覚えない？ないない。え？この作りって、あれじゃない？最高じゃないと思う、多分。え、降りた？これ行った、廃校じゃないね、どっち行こう、うん、どっち行く、右行こうか、じゃあいい、うん、OK、 接客お疲れ、うん、なんかいい、さっきバイトもあった、あ、そうか、なんかいつも厳しい系の人はすごいあんま厳しく当たってこなかったからちょっとラペやった。どういう意味？上司ってこと？うん、まあ先にいた人みたいな。そういうことか。なんか40多分超えてるんじゃないかなっておばちゃんなんだけどさ。うん、ちょっと待って、ちょっと待ってね。これ録画してるからね。ああ。立てなれないのこれ。加速される？うまいね。え？スケート上手すぎない？精度。うん。前に立っても避けるように当てるっていう。これどうなるの？あ、倒せる。出る。それ当たってない？大丈夫？いや、相手に当たってる。跳ね返って？うん。なるほど。おかしいな。ハードだから怖いのかな？いや、二人いるから怖くないのかな？うん、ものすごいオーソドックスなやつ。モンスターなんとかっていうのを見つけたいんだけど、久しぶりに。あ、スポーンブロック、後ろ大丈夫？大丈夫だね、うん、オッケー。これは上まで行っちゃうね、多分。戻ろう、ね、うん、思ったよりは結構広いね、このまま洞窟。そうだね、下に広がってってほしいよね。そうね。あ、これ欲しい時になくなるからね。松明。うん、今は。あ、でもなんかなるべく使うのも最低限にした方がいいかもね。同じような場所に何個も置かなくて。ちょっと待って。広くなったら。うん。どうしても咳が出るんだよね。うん。よし、行こう。なんか大学になってから、うん、なんていうの、なんか風邪ひいても学校休みたくないっていうか。あ、まずい、ちょっと待って、いたいた、あのやばいのがいた。弓で倒す。あとなんかあれだよね、あのあれ屋敷みたいなとこ行きたいよね。行きたくないよ。なんでだって、ボスちゃんと戦いたかったみたいなのもない、あれ弓で殺しちゃったけどさ。だってさ、あそこ何がある、あ、なんか変な取ったか、身代わりになるやつだっけ。あ、終わっちゃった。そうそう、まあ収益面でも来るやつなんだけど、なんだっけ、身代わりになるやつだっけ。そうそうそう、死ぬ時に持ってたら、うん、死ななくなるやつ。あれだけでしょ。うん、ジス、ここダメだよ。 家が手に入る。何、終わっちゃったよ、あの館。うん、あの館ってリスポーンしないのかな。え、あ、やった。まだ終わってないよ。チートですね、これ。チートじゃないね。意味がわからないね。なんかすぐ終わりそうな感じするんだけど。このままでいっちゃったら。これでもさ、ハードじゃないから。あ、ノーマルだね。今落とした。上？何？あ、何これ？ハスクだっけ？ハスク？うん、ハスクって聞こえる、この声聞こえない。ああ、聞こえるよね、うん、砂漠だよね、これタクタクしてる。いや、深くなったよ。水の音聞こえたぜ。うん、まずいな。 あ、まずい。
あ、ナイス。矢がね、矢がね。当たった。じゃあそこにいるのか。危ない。あ、行ったのか。2対1だぞ。あ、見えねえ、マジで見えねえ、この辺。だから。水止めよう。あ、水持ってきた。マグマある。あ、水持ってない。バケツ持ってる？持ってない。ちょっとジス行き過ぎだぞ。これ、うん、四方から来られたらアウトだぞ。水持つ？いや、いや、食べ。結構。あ、でも撃たれても、この距離でもあれなんだね。前、手前のやつを殺そうじゃなくて。ちょっと体力、体力大丈夫？もう全然大丈夫。マックスだよ。てか全然変ないんだよね。なんかいる。あれはやめよう。あれは喧嘩撃たない、撃らない方がいい。あ、てか、俺らあれか。そもそもエンド行ってないんだ。そうだね。エンド行きたいよね。うん。でもエンド行く、ね、エンド行くには、なんだっけ？プレイズ、パウダーと、エンダー。あ、そう、それが必要なんだ。エンダー、それがさ、集まらないんだよね。喧嘩しちゃうから。でもね、うん、あの、あれ、村人の交換とかで手に入れたりするの。あ、そっか。そうそう、あり。ジス、あれの音がする。あの、ここ、どう思う？攻撃しても彼来らんないかな。あ、そっちに行ったら。これ目合わせなきゃ敵対しないよ。オッケー。ねえ、あの、スケルトンの音が聞こえる。あと、スライム。うわぁ、はい、これだよね。大丈夫？これ気づいてた気づいてたからさ本当に？うん、なんか上見えてたから。どっちにいる？ここ正面見えた。つけていでよ。まずい、まずい、まずい。やべ、目の前にあのスケートにいるからさ、ちょっと撤退しよう。撤退ジス、これ倒してたのに。オッケー。他にこ来てない？何も来てないよ。なんかスライムの音聞こえるんだ。うん、スライムの音聞こえる。音の方的にはこっちなんだよね。ちょっと明るくしよう。そっちから行く。あ、いた、スライム。スライムいた、スライムいた。スライム貴重じゃない？うん、結構貴重。ドロップ増加で倒したいとこではあるけどね。ああ、すごいとこ出ちゃったね。うん。これ殴られるやつかな。どうする？倒しちゃっていいよ。何、何戯れてるの？なんか、あの、ドロップ増加があるなら、それ倒したいなと。ああ、そっか。うん。あんま見ないからさ、スライムなんか。そうなんだよね。見つけてないもんね、チャンクを。でも、ないからいいよ、倒しちゃって。いや、かわいそうじゃねえ、これ。どういうこと？攻撃しようとしとるけど当たんないみたいな。そういうこと？ああ急に急に平和主義。いい子。ちょっと待って、なんで防具着てないの？いや、あの攻撃しようとしてるから食らったふりしないと。かわいそうじゃん。あ、痛い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 よ。うん、アップで撮ってるよ、ズームで。ああ。かわいそうだけどね。よし、どっちから潰す？こっちマグマとかあるね。私触るよ。でも上から上を潰しとかないと上から来るよ、うん、上から思ったよりね、広いね。広い広い。上から。オッケー。ちょっと上見てくるよ。あの、例の緑がいるとやばいからね。例の緑の音は聞こえないよね。でもすごい、すごい聞こえるんだけど、何かの音が。ゾンビか。スケルトンだ。上、縁にゾンビ。まずいな。ちょっと待って、来た。来た来た来た。ジス。うわ、吹っ飛ばされた。ナイスナイス。大丈夫か？あ、
ナイス。なんで、何？すごい音がする。まあ、いるよね。まあまあいる。ちょっと待って、明かりを確保しないと。あと、あっちから来られた場合、まずいね。いる。つながってるね。ナイス。多分あそこ下の部分多分つながってるね。あそこさっき見たところ。どこ？こっち側とさっきいた場所。なるほど。なるべく上から来られないようにしないと。うん、またどうした？眠いのか。いや。痛い。酸素が足りないって。いいねこれ。ジズがみんな倒してってくれる、超怖いんですけど。わーって何はともあれネスタがいないから、うん、喧嘩が起こってないこれスノーで言っちゃう。これスムーズだ。非常に冷静になれるね。外国人ってさ、すごいあの声でかいやん。声でかく喋れるけどさ、あのあれすごい羨ましいなと思うことがあってさ、うん、なんかボイスチャットとか外国人とかってやる場合やるとかさ、FPS ゲームだとさ、うん、外国人めっちゃだから、What the fuck って言うな言うな言うけど、うん、なんかもういくら頑張ってもそんな声出ないわけよ。なるほどね。うん。So cute だね。そう、真似してめっちゃ大きい声出したいんだけど出ないんだよね。すごいよね。それは褒めてるの？いや、めっちゃ褒めてる。結構羨ましいと思う、それ。そっち行く？行かない？これ、どうする？消す？止める？いいよ。あ、ありがとう。うん、大丈夫か？さっき聞いたっけ？食べ物持ってる？持ってる、43個あるあと。オッケー。多分耐えれる。また広いとこ出ちゃったよ。これ松明ね、置く方向ね、決めといたらね、迷子なんないよ。あ、そっか、もう迷子になってるね。でもここすごい近いんだよね。だから上さえ出ちゃえば最後逃げられるんだよね。なるべく座標を見たくないんだけど、どうする、うん、そっち、こっちにする。まずしかも二方向あるんだけど、うん、だからインベントリもちょっと隠してやってるやつだね。インベントリは隠さなくていいんじゃない？やってそれはどこにいる？これ何いた。これ何持ってんだ？なんかさ、上から来られるのが怖いんだよね。だから私いつも上を潰しちゃうんだよ先に。うん。実はどうやってやってる？実はでも、上とか関係ないかな。え？なんか、このゲーム、なんていうの？結構めったいこと言うとしたらさ、うん、あの、なんていうの？結構近場ではモンスター湧かないからさ、うん、上行ったところでなんか潰そうが潰しまいが、うん、もしくは湧く範囲じゃないから大丈夫みたいな。あ、そうなの？だってさ、あ、そっか。3人ブロックだっけな。3人以上が確か32ブロック以上が動き止まるわけよ、うん、モブが確か。なるほど。 でもさ、あの何マスなんだっけ、警告があるじゃない、うん、警告だった場合さ、上から湧くじゃない。あ、そこそこ高いからさ、それでも30何ブロック。あ、じゃあいたのか、あれ先に。あ、だと思う。来た。こいつが一番怖いやつなんだよね。おお、次最後頼む。ナイス。最初の頃あいつに家を作っては壊されたからね。匠だしな。うん、何度作っても。なんで匠っていうの？壊しちゃうから。あ、ラピスラズリーだ。これは貴重だ。なんで匠って言うんだろうね。壊しちゃうから。
リフォーム、リフォームしてくれないよね。解体屋だもんね。でもなんかあれよね、リフォームの匠のさ、あれだいたいあの壊すシーンの方がなんか爽快感あって見たい人結構いるじゃん。なるほど、そういうのもあるんじゃない。見てたんだ。見てた？見てた。うん、あれ面白いよね。もないよね。もないよね。さすがに難しいよね、あの手の企画毎週やるっていうのは。半年以上かかるもんね。うん、あ、そういえばナチョスの家は完成したんだよね。あれ作ってたの？作ってたって言ってたよね。原木取って？そうだね。原木取って原木取らなくてもいいタイプだったかもしれない。でもかっこよかったね、部屋が。丸石とかで作ったのかな。丸石はあったね、確か。ちゃんと加工技術があったんやな。うん、なんてやつだ。ステンドもあった。すげえな。いよいよこっちか。レベル高いわ。めっちゃレベル高いやん。多分ね、あのステンドはイナックスのやつだね。イナックス？うん、イナックス？うん、イナックス。あ、イナックス。大丈夫か？うん、大丈夫。今分かってた？あ、分かってた。分かってた。え、全然食らわないんだけど、縦でこうガードしたあの距離でも。本当に？無傷無傷。それさ、ダイヤモンドってなんかエンチャントしてる？してないね。ノーマルだね。うん。こっち大丈夫か？胸の伸びだけつけて、あ、胸と足だけつけてるよ。ジズまっすぐ行く？私は裏を気にしながら。どっち行く？こっちでもいいよ。これあれだよ、こっちがおとりだ。こっちからモブが出てくるみたいな。どっち？こっちで。いや、どっちでもいいよ。そっちのが平らだからそっち行こうか、先に。下降りるでしょ。こっちは行き止まりっぽいもん。あ、金金。いいね。下。まあでも金あんま使い道ないよね。ないね。あったとしても大量に必要なんだけどさ。何？パワードレールとか。ああ、わかんない、それは。もう、私、古い人間ね。トロッコのさ。ああ、なるほど。前からある、うん。トロッコ作ったことないからね。ああ、レールを、なんかあの、もらってくるけど。小さい頃は、うん、小さい頃は、あれだった。ジェットコースターとか言って作ってた。小さい頃は。小学校とか、あ、中学校か。嘘でしょ？中学校の時にジェットコースターとかで作ってた。マイクラで、うん、あ、マイクラってそんなに昔からあるんだっけ。結構あるよ。え、うん、ずっと前からあったよ。そっか、まずいな。俺が小学生の時から確かあった。小学校の時になんか調べてみてた。うわ、はい、じゃあダメだね、マイクラもやっぱり規制されるね。なんで？子供向けっていうコンテンツ。子供向けじゃない？結構あのレゴブロックとかさ。そうだね、レゴは規制されたからね、もう。え、そうなの？ YouTube。 なんで子供向けだからね。え、子供向けだといけないの？いけなくないよ。ただパーソナライズのなんとかっていうのが。聞こえた？今の聞こえた？これ聞こえる？なんかトロッコの音みたいな。トロッコ？あ、これじゃないの？聞こえた？これじゃないの？何？これ違うね。これ一緒に聞こえないのか？空洞音とか。これじゃない？ん？レッドストーンをね、うん、上踏むとね。何？なった？ならない？ならないね。こっち来て、こっち来て。え、レッドストーン今取ってるよ。来て来て来て。世界消すね。レッドストーンで光るんだよね。うん。ちょっと待って、ないかな、鉱石。ないわ。ちょっと待って。鉱石あればね、光源になるんだよ。何があれば？鉱石、レッドストーン鉱石ってさ、踏んだり触ったりすると光源になるわけよ。へぇ。今のじゃないの？鉱石って。今のもが鉱石。そう。今のを触ったり踏んだりしたら光るってこと。じゃあ光らせればよかったじゃん。取らないで。なんか、一回光らしちゃったから。あ、ダメなの？一回光らせた。そう。だから下にもう一つあるかなと思って見てたんだけど、なかった。おぉ。
鉄ありがたや。お、びっくりした。え、なに、風邪ひいてる。誤射。敵だよね今の。嘘だ、違うでしょ。怖、違うよ。そういうことやるからネスタ怒るんだよネスタ、そういうことするの良くないと思うねジースいつものだよ、もうジース。そういうことするのはやめようよって突然流暢になったよね。でも面白かったまずいねこれ。どうせもそうだよ、ね、どこ行く、これで終わり。行った道じゃないの。うん、多分そうじゃない。行ったっけこっち。行ったよね。うん、じゃあ、あの広いとこ行こうか、ついに。そうね。多分見ないと思うけど、見られたときまずいからね。うん、何が、ああ、ですね。そう。多分見ないと思う、忙しいから。だから、ああ。どこだっけ、そっち行ってね。そっち来たから来た。え、工藤めっちゃするねこの辺。してる？ギャーンとかわーんってなってた。こっちから来たんだよね。こっち来たみたい。うん。ここのあれを止めたんだもんね、溶岩を。なんか記憶力問われるようなさことがなんか最近多すぎてさ。うん。じゃスケルトンの音。こっちゾンビの時さ。ここにいるな。多分ここにいる。埋まってるけど。敵対しなくていいよ。あ、いた。ちょっとジスそのまま。あ、後ろにいる。ナイス。ここはジス。ん？緑いる。これね、うん、ガードしとく。全然食らわないんだよ。本当に？後ろゾンビ。ほら、盾ってやばくね？全然食らわね。盾構えてないんだけど、私から見て実数。あれなんで攻撃しない？いや、今、あの仲良くなってる、ね。どういうことなの？なんか、盾が全然壊れて、いくよ。うん、全然食らわない。一個も減ってないの、ハート。一個も減ってない。不思議だな。そもそもの、そのダイヤのさ、そう、防御力と多分あれじゃない。が強いってこと？の防御力で強いになってるのかな。いやー、途中で強くなった時もう私はできないと思うほどびっくりしたけどね。何が、モンスターが賢くなっちゃって。あー、スケルトンね。もうなんかもう素手でスケルトンが倒せなくなったの。やばい、ね、来た。本当だ。あれおかしいな、私の怖いマインクラフトを返してほらほらあげだった。あの怖がっていた頃の私を返して。なんかなぁ、ホラーゲーとかしてみたいなって思うんだけどさ、でも怖すぎてさ、うん、手出せないみたいなとこない、ホラーゲームって。まあ私は無理だね、うん、意外なんだけどネスタも無理なんだよね、うん、そうなの意外だけどそう言ってた、うん、でもネスタなんか剣とあれ好きよね、西洋剣の。え？西洋とかの何？はい、魔法とかさ、剣とか。ああ。銃とか剣。なるほど。こっち行く？うん。なんか最近さ、ウィンタープロジェクトみたいなさ、なんか人狼ゲームみたいなやつ流行ってたじゃん。わかんない。ウィンタープロジェクト。うん。なんかわ。なんだろう。ん？こっちいない？いるいるいる。こっちいるね。モンスターパニックじゃなくてモンスタースポーンあるかな。などこだっけ。これ上か。上だな。どうした？チートしてんの？もしかして。
いや、なんか F3S っていうので、前ね、なんかできたんだよ。いや、ダメだぞ、チートは。チートじゃない。チャンクを読み込み直して、どこら辺かさ、大体モブはね、読み込みが一番早かったんだよ、確か。ダメだぞ、チートは。これ上かな？読み込みは、F3A だ。これ上じゃない？砂漠。かな？そんなことねえわ。これ砂漠かな。ジス、そっち行って、まっすぐ。近づいて。こっちでも道あるよ。え？それ下だよね。上じゃない？これ。これ下から聞こえる？本当だ。ほら、いた。下だ。ジス、それ登ってこられる？彼らは。いや、登ってこられない。いた。え？どこ撃たれた？多分ジス、ジスのジスもうやめてくださいよ。あれ降りた。ジスわざとやったわけじゃないよ。それはですか、勘違いだよ。オッケー。ジスそれはわざとでやったよ。それは見てたよ本当に。オッケー。だってあれさ、ジスにあの子になんだっけ、ダイレクトメールしたからね。何が？メンタル大丈夫かって。いや大丈夫。ちょっと悲しかった本当に。でもすごい。悪さじゃないの。すごい。あ、大丈夫か。大丈夫大丈夫。すごい言われたから。これ結構あれだね、クリーパーいたら爆発させて吹っ飛ばした方がいいってこと？吹っ飛ばした方が早いかもね。今みたいなことが起きてくれる。ててん。あ、やべえ、盾がほとんど壊れそうなんだけど。あと、ちょっと待って。いや、大丈夫だよ。木材あるし、鉄持ってるから。いや、俺のこの、なんていうの？この、なんていうの？いや、いいんじゃない？顔は別に。襲撃者。顔はいらないでしょ。襲撃者の盾が壊れてしまう。盾を作ればいいじゃん。顔はいらないよ、それ。襲撃者がやっぱな。襲撃者と戦ったっていうこの証がな。あ、それ何？襲撃者と戦わないともらえないの？いや、襲撃者の旗あるじゃん。うん。戦った時にもらえる旗。これって立てて旗つけれるんだよ。うん。いや、その襲撃者が落とした旗をつけた。そこじゃないとその旗はもらえないんだ。あ、そっか。あいつが持ってるやつか。そう、襲撃者の拠点に行けば、まあ何個かあるんだけど。うん。まあでも、どっちみち戦わないともらえないみたいな。あ。うわ。私がターゲティングされてた。うん。マグマも近いってことはあれだね。結構な。ダイヤモンド？近。聞こえるよね、音。うん。簡単に戻れなくなっちゃったね、これ。いや、真上掘ってけば戻れるよ。I'll be back. あ、するの？やだよ。戻ってくるときは上で会うことになるよね。もう戻るか。目的がないからね、洞窟探索は。ダイヤが欲しいとかじゃないからね。うん。ダイヤ見つけるまでやってみるじゃん。そうだね。ダイヤ欲しいしね。ちょっとダイヤ1スタックか。ダイヤ1スタック。それはすごいね。しかもフォーチュン持ってないからね。うん。あ、俺フォーチュン持ってるよ。本当に。3。うん。じゃあなんだ、石炭から何からフォーチュンで取った方がいいね。うん。うわ、あった。見つけた。どうだ。あそこに。どうだ。見えた？そこに。ただどうやって行くかだね。あ、落ちた落ちた。まずい。行くじゃん。本当だ、全然平気だ。あ、全然食らなかった俺も。いいね。ダイヤあった？うん、そこにあるよね。ちょっと待ってね。やったー、終わりました皆様。待って待って、
カメラマンが撮ってないよ。終わった。撮った？ダイヤ。撮ってないよね。オッケー。じゃあちょっと待ってね。撮影するから。あ、止めてたの？よし、大丈夫かな。じゃあフォーチュンで撮ってください。あ、撮ってあげ、撮らせてあげますよ。いや、いい、私は。フォーチュン。私はいい。いいですか？はい。どうぞ。いや、そんなもったいないですよ。どうぞ。素手で掘っちゃいます。ダメだって。フォーチュンでと、フォーチュンで取らなきゃダメだよ。どうぞ。本当に、この差かな。早く。2個、1個。いいね、いいね。2個。全部で8個かな。2個これ。何個？全部で何個だった？フォーチュンで取っていいよ。あ、いいよ、取って。何個？22個。すげえ。意味が分かんなくて。22まで増えんの？すげえ。増えすぎじゃない？ちょっとちょうだい、ちょっと。ちょっと。もともと 4個だったやつでしょ？うん、8個だね。え、2、あ、ほんとに8個だ。44で8個だから22個。いいね。増えすぎじゃない？これ。半分もらっていい？うん、よし。やばいね、幸運って。こんな増えるもんなんだ。そうだね。あれでしょ？ 3 でしょ？ 3、うん、3でしょ。そう、3。うん、3。見て、ヒットストーン鉱石。もう光ついてるけど、時間置いたら確か消える、消える。これ今ついてんの？ついてる。あ、踏んだりするとね、うん、あの、ついたままだから意味ない。だから一回ちょっと時間空けなきゃ。これ今煙みたいなの出てるじゃない？うん。これなんかもう一つないかな。あ、掘れはあるんじゃない？あ、あったあった。いくよ。うん。あ、待って、煙出てない、ね。それ。ここあるんだよね。いくよ。うん。あ、もっと暗くしとこう。何するの？この上、踏んでみてよ、ここ。踏むの？うん。ほんとだ。光源になった。光源になるんだよ。うん。殴ってもそれになるんだよ。え、何？これ。これさ、一回止まったらもう一回なる？止まったらっていうこと？あ、ずーっと光ってんの？これ。いや、あの、待ち続けたら消える。確か。そしたらまた乗ればなる。うん。また殴ったりしたら。光源っていくつなんだろう。結構暗かったよね。うん、全然ないと思う。2とか3とか。か、明るさ暗すぎて、うん、何も作業できねえよって時にこれ使ったりする。おお、いいね。山積もってない時とか。ん？だってどうやってやるの？ってこと？だってさ、これあれだよね。シルクタッチじゃないと取れないよね、多分。シルクタッチ持ってきてない。うん、シルクタッチじゃないとこのまま取れないもんね。うん、だから置いとくわけか、ずっと取らずに。そうそう。まあよし、じゃあ戻るか。タイマー作ればいい話なんだけどね。戻るか。まあね、そうだね。 I'll be back する。よし、 I'll be back。 ちょっと待って、資源を取らして。貧乏臭くてです。これ避難所行った時に咳うつさ、風邪うつされてずっと治ってないんだよね。避難所？なんかどっか避難したの？うん、そうだよ、避難したんだよ。あの台風で学校に。これどこから上行くんだ？で、そっち大丈夫だったの？大丈夫。あ、そうなんだ。大丈夫。むしろ。あ、台風当たらなかった気がする。ん？コウモリか。はい。台風当たってなかった気がするんだけど。あ、そうなんだ。うん、まあそれに越したことはないよ。まあね。あ、台風で休み、あ、でもそうだよな、休みになったらまたそれはそれで歩行があるからね。めんどくさいね。どうする？なるべく上行く？もう道覚えてないもんね。こっちでしょ、多分。
上の方に向かって松明がある方向じゃない？オッケー。あ、ここさっきあった場所。多分これ下の、さっきの分岐点だとか言ったとこだ。とりあえず上に行けばいいのかな。うん。まあ、違う気がする。未探索行く？未探索の上行く？任せるよ。どうせ掘ってっちゃえば。危ない。お、落とされるぞ。もう掘っとけばいいんや。ナイス。早く帰れって話ちょっと待って、うん、だって覚えてないからね。多分で行ってみていい、うん、まあ上行っちゃえばいいけど、こっちかな。さっき分岐点のこっち側から来たんだよ。ほう、全く覚えてないね。ここで、だからここ用が見えた状態でこっち来たんだよ。ああ、そうだね。そうだ、広いとこ出たってやつか。でもこいつだったの。うん。え？未探索。あ！ああ。そこ開いてたんだ。で、そこ見た。止まったんだけど。未探索だね、そこ。え、嘘だ、嘘だ。え？あ、こっちかな。上も、上も明るくないね。こっち道ある。オッケー。え？え？え？うわ、やばい。なんか聞こえる。はぁ、こっちかな？全然帰ろうとせずに鉄を全然わかんない、気がわかんない。ここもないね。うん、こっちに道がある。ある？この上降りてきたのかな。いや違うな、わかんねえ。どうしようか。どこにいる？あれ、ジスがいなくなった。あ、なるほど。まずい。なんか出ちゃった。これさっきの場所だね。迷子じゃん。じゃあ上掘るか。真上？真上じゃなくて階段掘り？ああ。だから真上だと砂利が怖いんだよね。うん。ここ一番高いところでしょ、多分。ここら辺では。え？違うよね。まだ高いとこある？うん、全然ある。どこ？未探索であっても上に上がるんだったらそこ行こう。オッケー。多いね。ここが砂漠なのか天国か砂漠か、うん、じゃあ普通の場所はないってね。どっちだろう。草原もちらほらあったよね。うん、あるには。だって言うて砂漠ってあんま広い感じしなかったし。ああった。目印があった。これ帰れるね。普通に帰れるわ。あ、え、普通に結構地上だった。砂漠に帰れるよ。オッケー。ただ問題は夜か朝か。帰りたければ私を倒してからだ。問題は夜か朝かだよ。いや結構夜っぽい感じ。夜だったらちょっと一回寝た方が。寝るの忘れたね、ここね。そっちでオッケー？うんうん、地上に行けそう。ほら、朝だ。マジで？すごいじゃん。完璧。完璧だよ。帰れたよ。無事に帰れた。あそこ、ネスタの家だ。どこ？ネスタの家多分。ちょっと寄ってく？そうね。フォーカスしていこう。いや、それはダメだけど、ちょっと、あ、危ない。なんか、ん？我が攻めなければいけない。あの敵陣へ。そうなの？ネスターは敵じゃないよ。仲間だよ。ディスカリー連合軍が。もうジスはこっち来ちゃダメね。もうバイバイ、バイバイして。
立ち入り禁止だ実は。なんか毎回秘密のなんだっけ入り口があるとか言うんだけどさ、毎回迷ってたよね。自分でも分かってないそうそうそう、ね、秘密じゃないよ。ちょっとお邪魔しよう。そうね、これあれだ、ミスターが死んだ時のテストの気がする。ここあれだ、あのニワトリ大脱走の時のああ面白いね。悪くないですよ、だってモブが湧いてたんだよ。ここだ。いや暗すぎてね、モブがめっちゃ湧くんだよこの山それでいいんだって忍者だ、忍者だからそれでいいんだって。でも敵にさ、モブめっちゃなんか入られるって嫌だよね。うん、そこがやっぱりアメリカンだからね。うん、増やしといてあげようか。そうね、ミスターのために。全然増えないね。あ、餌あげてんの。一匹しか生まれなかった。めっちゃ目刺した。ここで、そう、ジスが爆発してさ、ジスが爆発しちゃうんじゃない？クリーパーが爆発してさ、ジスが爆発。大変なことになったよね。で、なんか炎の先に何かがあんだよね、ここ。そうなの？うん、でも、ちょっと待って、危ないよ。炎の先？なんかあるの？あ、水や、大丈夫？あ、やばいやつだった。止めてくれ。どうしよう。ブロックが。やばい、壊しちゃった。怒られる。もう一回用。あ、ある。ちょっと用の先なんかあった。なんすか。これ大丈夫なのかな、この先。行ってみたいね。ちょっと待って、一応念のため水をどっかに。ないね、水が1個しかない。あ、てか思ったこと言っていい？あのバケツあったじゃん。あ、そういう話してたの、もしかして。バケツ作れるよ。バケツさ、うん、作れるよ。で、一つ貸して。水ある？いや、水はいらないかな。なるほど。オッケー。大丈夫？大丈夫。まだあったと。これ、ネスタさ、これ、本当はマグマ通ってこれ来るつもりでこうあった。うん。ああ、なるほど。無理じゃない？普通にマグマで燃えすぎよね。マグマって結構粘り気あるからさ。違う、来て、こっちに。ほら。ワンチャンテーブル。マグマって結構さ、粘り気あるじゃん。うん、耐えれないよね、あれ多分。本当にアイルビーバックしないとさ、ちょっと死ぬよね。ここで夜な夜ななんかやってたんだ。じゃあここ土なのは何かあんのかな。変えようとしてんのかな。あ、違う、もともと土だったんでしょ、多分。そうなのか。下まで土だったら。なんかでも何もないってことはおかしいよね。いや、そうなの？何もないですよね。なんか、あ、これ、見られたらやばい。なんで？もたれ。なんか取ったね。これ、取ったでしょ。ねえ。マグマでさ、うん、マグマ取ったのやばくね。マグマ取ったのは大丈夫だけど、本棚取らなかった？取ってないよ。取ってない？ジースはまたもう、ネスの家勝手に帰ってくださいよ。これ、下は何？下は何もないんだ。何があったの？ない。これさ、あ、これどうやって出るの？どうやって出るってどうぞ。ここ。あっち道あるよな。行き止まりだよ、でも。こういうこと？秘密の道なんじゃない？ここは。なるほど。じゃあ、ちょっと。自分でも気づいてないんでしょ、多分。そんなことはない。まずい。夜になっちゃった。本当に怒られる。一旦中入って寝よう。そんで、あの、マグマを元に戻さないと。先に戻してこよう。一旦寝た方がいいね。これ一旦寝よう。よし。
なんか変な音がする。これもう元に戻った。大丈夫？うん。これミュージックボックスもしかして。本当だ。いろいろ隠してるね。ネスタこれ多分クリエイティブで出したでしょ。多分作れないよね、ミュージックボックスなんて。あ、誰かいる。誰か来た。あ。業者。トレーダー。ワンダリングトレーダー。何ちょっと交換してくれるって。ああ、そんなんやね。手綱手に入れる。うん。こいつは殺したら。だ、いや、あ、やめた方がいい。やめた方がいいって。これ、録画されてるんだって。いや、これ、あれだよ。放置しても消えるよ。うん、でも、録画されてるからダメだって。あ、やばい。攻撃されてる。唾吐かれた。ちょっと気分悪いな。じゃあいいよ。だよね。仕方ない。尊い犠牲だった。彼はなんで死んでしまったのか。これノーカットだからね。でもネスタ忙しいから大丈夫だよ。じゃあ一旦ここで終わろうか。最近忙しくてできないかな。ここで。よし。ふうゆう。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。 MB サポートの管理人と MB サポートの管理人でした。鼻水ジスタでした。バイ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 。